未来を描ける動機ですか。やはり確定してないものに対する希望といいますか、未来のビジョンが見えてるので未来に希望を持ちがちなんですかね、もの作る人は。僕自身も未来の指標を作りたいと思っているので、作品を通して自分が持ってるビジョンはどんどん現実化させていきたいです。車を改造するという話をもらった時に、ランボルギーニの理念が未来を作ることという話を聞いたので、相性良いなと思いました。でランボルギーニさんは僕にとってはスーパーカーの中でも新しめの印象だったんですけど、そんなこともなく、ボローニャの街並みが長い時間かけて作られたのに一貫性があるように、ランボルギーニ自体も60年かけて伝統を守るところと新しくするところ、一貫性をちゃんと感じられました。自分の文化に誇りを持ってそれをしっかりと守るという点は非常に新しい視点だったと思います。僕個人もしくは多分同じ時代を生きた日本人はあまり歴史を重要視してないように思えて、なので新しくするんじゃなくて温故知新といいますか、循環させる方がアップデートなのかもしれないな。ランボルギーニの車って目で追っていくとずっと見てられるんですけど、目線の誘導が滑らかだなとは思いました。そのバランスの良さっていうのは僕も目指しているところですね。僕としては現実を作りたくてやっていて、その現実を作るための指標として非現実的なものがあってくれてるなとは思います。非現実は自分がそれを再生産する上での夢を見せてくれるのが非常に魅力的だとは思います。